就活生、ケイちゃんと学ぶ、日経新聞。岸田政権は、政務三役の連続辞任を受けて、危機管理の不備が露呈し、与党からも批判を受けている。人事の事前チェックの甘さや、更迭の遅れが目立ち、内閣支持率の急落が続いている。首相は、公明党の山口那津男代表と会談し、体制立て直しを約束したが、与党からは、さらなる引き締めを求める声が上がっている。閣僚間での異例の公開発言や、危機管理に失敗した印象が拭えない状況だ。神田健治氏の更迭の遅れや、閣僚や政務三役の事前チェックの欠如が指摘されており、首相の内閣改造における、前提ミスも問題となっている。派閥や、年功序列型人事依存する政権の手法が今回の辞任ドミノを招いた根底にあるとされる。政府高官によると、女性の起用がなかったのも派閥の推薦を尊重した結果だという。兵庫県宝塚市のマンションで宝塚歌劇団の25歳女性俳優が死亡した件について、歌劇団は記者会見を開き、亡くなる直前に女性が強い心理的負荷を受けていたとする調査結果を公表した。いじめやハラスメントは確認できなかったと述べられ、遺族の主張との違いが明らかになった。歌劇団の木場武之理事長はこの問題の責任を取り、12月1日付で辞任することを発表した。また阪急電鉄の島田康夫社長は報酬の一部を返上し、新理事長に村上浩二取締役を任命した。歌劇団によると、亡くなった女性は空組所属の7年目で、後輩の指導も行っていた。長時間の労働や過密なスケジュールが重なり、心理的負荷が大きかったことが指摘された。歌劇団は俳優たちの健康面への配慮が足りなかったことを認めた。また報告書は、女性がヘアアイロンで火傷を負った事実は認めたが、いじめの確認はできなかったとした。歌劇団は再発防止策として、興行回数の減少、稽古スケジュールの見直し、外部通報窓口の新設などを行うと発表した。阪急電鉄は調査結果を受け、課題の改善に努めると表明している。私人逮捕系 YouTuber として活動する40歳の男性が、投稿動画において女性の名誉を毀損した疑いで逮捕された。この男性は他人の行為を犯罪と決めつけ、拘束する動画を投稿していた。警視庁による13日の逮捕は、女性を転売ヤーとして名誉を傷つけた疑いに基づいている。しかし、女性のチケット転売への関与は確認されていない。男性は他にも一般人を追いかける動画を投稿しており、視聴回数に応じた収益を得ていた。法律上、私人逮捕は限定的な状況でのみ許されており、刑事訴訟法は現行犯として定めている。現行犯であっても私人逮捕が認められるのは、特定の条件下のみで違法行為と認定される恐れもある。沢井康生弁護士は、要件を満たさない私人逮捕は暴行罪に抵触する可能性があると指摘している。また私人逮捕が適法であっても、動画投稿は名誉毀損につながり得る別問題である。投稿サイトの運営側は、不適切な投稿を制限する仕組みを設けるべきであるとの見解も示されている。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録待ってます。今日も元気にいってらっしゃい。